度肝を抜かれた。佐野元春さんのアルバム、ビジターズ。もう待ちきれない思いで。LP レコードに針を落としたのを覚えています。風化することを知らないアーティストの佐野さん。しかし、そのプライベートについては、あまり知られていません。気になって調べてみることに。佐野元春さんは本名で、1956年3月13日生まれの現在66歳。東京都台東区の下町に生まれています。学歴は立教大学社会学部卒業。父親は実業家だったそうですが、母親はなんと元新劇女優さんで、東映ニューフェイスのオーディションに受かっていたという説もあって、青山のジャズ喫茶でマスターをしていたそうです。佐野さんには妹さんが一人いて、4人家族だったそうです。ところで、佐野さんの幼少期はというと、小学校の通信簿の備考欄には、いつも同じ言葉が書かれていたんだそうです。常に情緒不安定。授業の最中に抜け出して公園に行ったり、よく喧嘩もしていて、落ち着きのない子供だったそうです。小学生の頃は漫画家になりたかった佐野さん。ある時、友達数人とある人の家を訪ねたんだとか。その人とは、巨匠、手塚治虫先生でした。鉄腕アトムの大ファンだったそうで、粘り強く何回もピンポンしていたら、やがて手塚先生が出てきて、子供たちを招き入れてアトリエに連れて行って、アニメの工程を説明してくれて、帰りにみんなにセル画まで持たせてくれたそうです。しかし、その記念すべきセル画は、気前よくクラスメートにあげてしまったんだとか。その後も、サイボーグ009や仮面ライダーで有名な、石ノ森章太郎先生宅にも訪ねていて、サイン入りの絵をもらって帰った佐野さん。白黒だったため、なんか物足りなくて、自分で色を塗ったのが悲劇を呼ぶことに。水彩だったため、髪や目の黒色が見事に滲んで、原型を残さないものになったそうです。ある日、徹夜で描いた漫画を雑誌に投稿しようとしたら、母親にビリビリに破り捨てられてしまって、漫画家になる夢を諦めたそうです。そんな時、ラジオからの欧米のロックに魅せられて、次第に音楽にのめり込んでいきます。ちなみに、歌うことに目覚めたきっかけは、実は好きだったいとこの気を引きたくて、彼女の大好きなビートルズの歌を必死で覚えてさりげなく歌ったところ、気に入ってくれたのが嬉しかったからだとか。ジャズ喫茶を経営するほど音楽好きな母親は、将来この子はエルビスのようになると大きな期待をしたくらいですから、佐野さんが音楽の道に進んだ時はとても喜んでくれたそうで、コンサートにもよく来てたそうです。一方、父親は音楽の道に進むことを最初は反対していたそうです。シンガーソングライターになろうと思ったきっかけは、高校1年の夏にボブ・ディランを知ったことでした。高校、大学とバンド活動を続け、1978年に2度目の挑戦のヤマハ・ポップコンで優秀曲賞を受賞したことで注目され、一躍デビューかと思いきや、学費を稼ぐため在学中に広告会社に就職。1979年に卒業するとともにプロの世界に。翌年3月にアンジェリーナでシングルデビュー。ファーストアルバム「バック・トゥ・ザ・ストリート」を発表。大滝詠一の伝説のプロジェクト、ナイアガラ・トライアングルに加わった後、1982年サードアルバム「サムデイ」が大ヒットして、一躍大ブレイクした佐野さん。圧倒的なライブパフォーマンスで佐野元春ブームが巻き起きる中、デビューからわずか3年後、1983年5月に突如渡米してしまうのです。その渡米の理由が、同時代の世界中のアーティストと同じ呼吸をしたい、大きな冒険だったのは容易に想像できます。1984年5月、
アルバム、ビジターズをリリースするや、なんと、初登場オリコン1位を記録。まだ広まってなかったヒップホップスタイルの、日本語のラップで音楽界に激震が走ります。しかし、ちゃん的な声もあったのも事実で、佐野さんも予想以上に驚いたそうです。このビジターズというアルバムの曲は、実は日本から持ち込んだ楽曲をすべてボツにして、改めてゼロから作ったアルバムだとか。なんでそんなことになったのかというと、そこには忘れられない事件が関係していたのだとか。ニューヨークに来た当初、友達が一人もいなかった佐野さん。そんな日本からの訪問者を分け隔てなく、迎え入れてくれた一人のピアノマンがいたそうです。ニューヨークでのスタジオメンバーの一人でしたが、毎夜いろんなクラブに連れて行ってくれて、いいことも悪いことも二人して、汗まで楽しんだそうです。しかし、ある日彼はスタジオに来なかったのです。彼のガールフレンドから連絡があって、亡くなっていたことを知らされたそうです。原因は薬物の過剰摂取でした。その時、佐野さんは全てを捨てることを誓います。そして出来上がったアルバム名は、来訪者、ビジターズとなったのです。右も左もわからない見知らぬ来訪者の自分に、とても優しく接してくれた。たった一人の友人への感謝の気持ちを込めて、ということだったのではないでしょうか。ビジターズの凄さにノックアウトされた、同い年のサザンオールスターズの桑田佳祐さん、サザンのメンバーと何度も繰り返して、ビジターズを聞き込んだそうです。それまで日本のミュージックシーンで、桑田さんとは同じ景色を見てきて、同じ列車に乗ってきた、数少ない良き友達だと思っている佐野さん。自身が MC のザ・ソングライターズという番組で一番出てほしかったのはもちろん桑田さんだったそうで、オファーのために初めて手紙を出したらめちゃくちゃ分厚い手紙が返ってきて、どんだけかと見てみたら文章量はそれほどでもないのに文字がすごく大きかったのだそうです。しかし返事はノーだったそうです。実はちょうど桑田さんが食道癌になった頃で、その夢は実現しませんでした。手紙には手紙で返すというところも桑田さんらしいですね。そういえば佐野さんのことを調べているうちに気になる情報がありました。アルバムザバーンについて個人的なメモとして、たった一人の血を分けた妹さんについて記していて、アルバムのための曲を書いていた頃に妹さんはフルの事故で急逝されたそうです。まだ32歳の若さでした。両親との折り合いがつかず家を出てしまっていたそうです。しかも警察からの連絡で駆けつけて対面したのですが、面影すらなかったそうです。どうも以前から疎遠になっていたらしく、それまでの数年間で両親が他界してしまい、一層病んでしまった妹さんにとっては人生とは苦痛だったに違いないと、何度かそうではないよと伝えようとしましたが、うまくいかなかったと言います。佐野さんは一人になったことを実感したそうです。そこから逃げるように向かったのがウッドストックでした。田舎の原風景やバンドの仲間に助けられ、出来上がったのがザ・バーンでした。その中のドクターとどこにでもいる娘という曲は、妹さんに向けて書かれた曲なのだとか。一説では、現在は結婚されているという佐野さん。一人ぼっちでなければいいのですが、デビュー42年を迎えて、独特のビートトラップだけではなく、まさに、詩人といえるスポークンワーズは真骨頂ではないでしょうか。そんなことし、桑田さんから手紙が届いたそうです。もちろんオファーの手紙です。時代遅れのロックンロールバンドというチャリティーソングへのオファーです。桑田さんが手紙を出したのは全部で4通。その宛先は佐野さんの他に
世良正則さん、ジャーさん、野口五郎さんの同級生3人。5人全員66歳のおじさんたちですが、最高にかっこいい応援歌になっています。現在の佐野さんはというと、佐野元春&ザ・コヨーテバンド、全国ホールツアーの真っ最中。楽しみでしかありませんね。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？全く年齢を感じさせない佐野元春さん。いつまでも、そのビートでいてほしいです。これからも応援しています。それではまた次回お会いしましょう。